月や車道にイン。ご注文ありがとうございます。はい、好きや車道店、うん、ごちそうさんさ。うわ、これスプロケまずいな。ちょっと無理かもしれんぞ、これ無理かな、無理かも。あー、これスプロケ無理かな。じゃああかんぞこれ、多分これスプロケ無理かもしんない。ちょっと一旦帰りましょうか。 OK、 キャノンだよ。おいおバッボーイ、3に乗って、えアイスターバック名称コーヘンテイウィクテレ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 でん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 ブシュシュシュ。いやどうも、タクヤオンラインでございます。いや久しぶり、調子狂いまくりの久しぶり。オッケー、名城公園店に行きます、スターバックスのね。しかももう着いちゃうぐらいな感じ。はい、この動画はですね、私タクヤオンラインが名古屋のスターバックスに向かう道すがら、道すがらですよ、ポータリングして皆さんと田んぼしようじゃないかってことですね。はい、田んぼですよ皆さん、何か発見したいねっていうことで。ですが今日はね、ちょっとね早めにコーヒーをいただこうかななんて思います。今日のこうね、冒頭スキヤに行きましたけど、スキヤね行って、あの時に、ね、あれちょっとやっぱ自転車調子おかしいなと、まあ、実はねもろもろ清掃してですね、チェーンを新しいのに変えたところ、どうやらスプロケットがもうあかんぞという感じだったので、スプロケットを早急に買いに行き、家に戻って、取り替えて Now っていうことですね。取り替えた Now っていうことですね。はい、ね、僕自分の自転車自分で整備してるとはいえ、やっぱねこう遠くに行った時にドカンって中になると困るんで、できるだけ近場で、というちょっとなんていうんですか、はい、リスクヘッジ、かっこいい言葉で言うと。ということです、とにかくまずコーヒーいただいてちょっと落ち着きたいなと思いますよ。なんか慌ただしかったんで、うん。でね、もう一つちょっと紹介したいアイテムがありまして、ニューアイテム、デン、バッグ買いました。クロームインダストリーのバッグです。スターバックス名称コーヘンテイン。これね、これ見たいんじゃないかなと思って、書いてね、外すとこ、ちょっと別にこの何て言うんですか、僕の場合は防犯的な意味で外してますけど、まあ本来は防犯じゃなくて輪行とかやるときにいいんじゃないかなと思います。はい、よいしょと。ほい、タンブラー、最近はこのタンブラー好きなんですよね。よし、行こうか、ちょっとポータリングしましょう。そう、タンブラーがあれば動けるね、すぐ。よし、バッグがでかい。よし、レッツポタッとしましょうか。いや、今はねこう右手これ見ていただくと工事してまして、あれ作ってますわ、多分愛知県体育館かな、愛知県体育館作ってますかね。今名城公園の中うろついてます。オランダチックなものがあるよね。この上とか登ったことないし、なんかごめんね休憩中めっちゃ飛んどる、ね、なんかごめん、さっきねスズメたちが休んどったのに、お休みのところなんかすいません、お休みのところね、はい、ごめんなさい。オランダチックのやつ、1988年、高度83年か、88年って書いてあんな。
そんなに前じゃないイメージの88年っていうと。でももうボロいはボロいか。あ、逃げた。なんかすいません、みんなお休みのところお騒がせしてすいませんね、なんかね、なんかすいません。いや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 こんなとこ初めて通ったあ、結構なトライアルだね。オッケー、いい感じだね。あなた、たこ焼きいいね。さあ、ここは上新ですね、うん、西区上新となっております。はい、してここを通り抜けてちょっと川の方に向かってみようかな。庄内側の方にね。そうですね、庄内緑地に行きましょう。庄内緑地に、よし、行ってみよう。現在地ここ、まあこうやって回りゃいいって話だよね。あ、今日ね、日付行ってないね。そういえば今日は2023年の8月の7日の月曜日ってことですね。はい、今時間何時だっけ。なんか今日バタバタしちゃってさ、今ね3時ぐらいだと思う。なんなら4時かもAbout。 あ、今ドッグラン書いてあった。この辺がドッグランなんじゃない。これではないのか。フェンスありそうだよね、ドッグランって。あ、でもこれなんだろう、なんかより集まっとるよ。何何何何やってんだろう。あ、バーベキューとかかな。バーベキューできるね、多分ね。いいね、友達ができたら行こうと思います。これドッグランじゃない。おお、ドッグランあった。これこそがドッグランだ。ちょっとあまりかドッグがもっといっぱいいるかと思ったら思ったよりいなくて。あ、こっちにもドッグランあるわ。あ、ドッグおった。あ、ちょっとちっちゃいドッグランがあるわ。いいね。スワンがあるね。スワンあるわ。誰も乗っとらんけど。寂しげー。うわっ、はい、庄内緑地。ありがとうございます。左手が庄内側。右手が矢田側ですね。レイヤード下大通りパークに行ってですね、そこで自転車を、拝みながらコーヒーを飲む。コロース名古屋城のお堀ですね。そう、今こっちもね、何ですか、キャッスル、名古屋キャッスルホテルを建て直してる。名古屋ね、今工事だらけなんですよ。そう、名古屋多分イベントがね急に増えると思うんだよね。何年後か知んないけど、2025年あたりとかすごいんじゃない。だから金シャチ横丁を通っとく一応ね。そう、どうする家康展とかやってね。金シャチ横丁、ヤバトンとかもある。バーベキューパークとかね。で、金シャチ横丁はね2つあるんだよね。いや、はいはい、金シャチ横丁もう1個の方です。金シャチ横丁ね、名古屋。なんかこの辺で、ここに何かクリームの方。まあ、てなわけでこのように金シャチ横丁あるよっていうことね、お伝えできたかなと思います。ここ駅の名前もね、前は市役所前だったんだけど名古屋城駅に変わった。まあ、さっきからでもやっぱり外国人の方が多いね。ちょっと大きいは大きいですよ。確かに確かに、ちょっと大きいは大きいんですよ。ウーバーイーツだって言われた。おい。さあ、これは名古屋市役所今目の前にあって、その向こう側には愛知県庁がありますんで、横通っていきますね。ここは大津橋っていうね橋です。ここは大津橋っていう書いてあるでしょ、大津橋ってね。まあ分かりづらいかもしれないですけど、大昔、僕が生まれる前ですね。全然ね、多分昭和30年代とかかな、電車が走ってたそうです。レイヤード久大通りパークの北の方、あれはテレビ塔なんですけど、中部電力未来タワーという名前に変わってしまいました。この中日ビルもそびえ立っておりますね。まだオープンはしてないのかな、うん、新しい中日ビルと新しいブロスターね。反対向くと天狼飲書店、こんなとこにと思うかもしれないけど本屋さんです。そうそう、ワルシャワっていう名前ですね。この名前、バグの名前、ワルシャワです。めちゃくちゃでかいんですよこれ。でもなんかあっちこっちにこういろいろね、こう紐がいっぱいあって、ここになんかいろんな、まあ、キャンプもありですね。だから行けますね。はい、ここにチェーンが入ってたりとかします。チェーンがね入ったりします。サイドポケットだから U の字のロックも入れれますね。
し、あ、テレビ塔見ながら飲もうか。いや水、はい、タンブラーに入ったコーヒーね、飲みましょう。いいね。だから今バッグにもういろんな荷物はまとまってるから、外せるものは全部外しましたね。いつもだったらバッグついてたりとかするんですけど、でこれはシマノのクラリスだったかな。でこのペダルはバブリーペダルですね。うん、しかもスペアヨールと言いまして、これ外せます。こういう感じですね、外せます、うん、これもずっと回っていくから、うん、素晴らしい。あんまりこのペダルがすごい回ることで何か恩恵があるのかなっていうふうに考えたんだけど、これをつけてみたらぐんぐん焦げちゃってる自分がいるから、多分恩恵あるんだろうね。で普通バッドボーイのこのクランクは48とかかな、普通は。だけどこれは51がついてます。でとりあえずこれはまあ32かな、一番上がのやつをつけてあります。11から32なんですけど、でこれマイクロシフトですね。これもマイクロシフト、だから前ついてたのとは違うやつがついてますね。ちなみにタイヤはフィックスリックですね、 WTB のフィックスリックで、結構ここギリギリなんで心配だったけど、まあなんとか大丈夫っぽいみたいな感じ。曇ってるからね、佇める感じ。さあワンモアコーヒー買って帰ろうかな。はい、このスターバックスね、村上春樹小説田崎作るの巡礼のなんちゃらみたいな小説に出てくるスターバックス、多分ここです。よいしょ。でね、そう、昔はこの左手こっちの方にロサンゼルス広場っていう、場所があったで、まあ反対側見るとこうやってテレビ塔ね。そうで、ここがあって、その田崎作るの巡礼の旅でかつて親友だったなんだっけな、赤木だったっけな、赤井だったか赤木だったか、確か赤っていう字がねついてた、友達の名前なんだけど、全員ね色がついてる名前なんだよね、あれね。巡礼の旅に出てきたその何、その友達が勤めているレクサス、これ今日暗いねっていうか、お盆休みか、さすがトヨタしっかりしてるわっていう近所に僕は住んでいます。はい、はい、それではこのタクヤオンラインのライディング名古屋シティですね、もしねちょっと面白いなと思った方はチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。そしてコメントですね、もしよろしかったらですね、コメントください。あの名古屋いいねとか、行ってみたいなとか、うん、なんかこう、なんかこんなの見に行ってくださいとか、こう来てくださいとかね、そういったことも含めいいんじゃないかなと思います。はい、そしていいねボタン、通知ボタンね、よろしくお願い申し上げますということで、あ、おにぎりまだある、あ、まだある、うちはしようかな、明太子、昆布、舞茸、梅わかめ、せっかくおにぎりとコーヒーとお茶が今ありますから、これピクニックしない手はないわけですよ。さて、やれやれやれ、レッツパーティー。はい、あそこのおにぎり全部値上げしてたけど大きさは大きくなってる。はい、いいおにぎり屋さんです、あそこ。